皆さん、猫山カメラのお時間です。今日は初めての市に来ました。初めての鉄道です。ここは千葉県印西市の北総線印波日本医大駅に来ております。車で来るとね、うちからね近いんだけれども、電車賃高い北総線、おいどうにかしろ。うちから新宿行くのと同じぐらいだよ、電車賃マジで。でも私の好きな場所なので来ました。ここのね、印波日本医大を、まあ、簡単に説明しますと、ちょっとねカンニングペーパーあるんですけれども、ここはですね、まあ、関東駅100選に選ばれているですね、非常に変わったデザインの駅なんですね。まあ、こんな感じですね。ここはなんかね、噂によると有名建築家がねデザインしたっていうのはね前に聞いたことあるんですけれども、まあ、調べても出てこなかったので、まあ、本当はどうなのかわからないですけれども、まあ、ご覧の通りね、駅100選に選ばれている通りですね、非常に、面白いデザインになっております。ぜひ見に来てください。でこの駅はですね、まあ、2000年に開業した駅でして、開業当時はこの辺りね、印旛村っていうね地名だったんですが、今はね印西市に編入されているそうですね。でこの駅の名前なんですけれども、近くにですね日本医科大学の、千葉北総病院があるということで、この名前が駅に付けられたということなんですね。でここはですね、北総鉄道と、まあ、成田空港線、成田スカイアクセス線っていうのがね、まあ、止まる駅になっておりまして、私はですね、ここの電車乗るのはまだ2回目なんですよ。だから全然慣れてないんですけれども、新釜で乗り換えるときにどの電車乗っていいか分かんなくて、日本医大行きたいんですけどって言ったら、あ、次のね、成田スカイアクセス線で止まるからそれ乗ってって言われて、あ、そうなんだ、北総線じゃないけどいいんだ乗ってみたいな感じで、ちょっと戸惑いながら乗りました。それで無事にここに到着しました。で、この場所っていうのはね、正直言いますと、そんなにね、見どころはないんですが、非常にですね、新しい住宅地もあれば、まだまだ自然がいっぱいあります。で、近くにですね、うなぎが美味しい印旛沼もありますので、自然が豊かでございます。そんな景色を見ながらですね、今日は歩いていきたいと思いますので、一緒にお散歩していきましょう。それではお散歩行ってみよう。はい、こちらが改札になります。非常に綺麗な駅ですね。こんな感じで天井もデザインされております。ではでは早速行きましょう。でここもね、街の案内図がないんでちょっとうまいこと説明できないんですけどね、北出口、南出口と2つありますけれども、今日はですね、歩きながらこの松虫姫神社、あ、こっちだ、松虫寺に行きたいと思います。ここ松虫寺と松虫コーヒーをですね目指して今日は歩いていこうと思います。食事案内がうるせえなこれ。で今日はね、ちょっと歩くとね距離があるから行けないんですけど、吉高の大桜っていうのもね、これね名物になってますね、この辺りのね。さあ歩いていきますよ。うわーすごい開けてて綺麗だね。もう何年ぶりだろう、4年ぶりぐらいかな、この辺り来るの。懐かしいわ。ここね歩くのは初めてぐらいかもしれないよ、いつも車だからね。印旛日本医大駅、非常に綺麗ですね。うん、綺麗ですね。で、私がね今日歩こうと思ってる目的地はこっちの方なんですけれどもね、こっちの森がある方に行くんですけれども、まずね最初歩きたいのはね、ここの出口じゃなくてね、この向こう側から歩いていきたいんですね。で方向をねご紹介しますと、こっちの方がね千葉ニュータウンの方で、こっちの方が成田の方ですね、成田の方になります。まず千葉ニュータウン側に行って、そこからスタートしましょう。ここをね下をね何号線か忘れちゃった、41だって忘れちゃったね。ここね数年前に開通しましたね、成田の方までね、便利になりました、この道路。今日本医大の駅がこうありますけれどもね、この横をね歩いてね、この反対側に出たいと思いますよ。あ、で皆さん、私はねきっとね、あの資料館の中に入ったらね多分気絶しちゃうと思うんですよ。印旛医科機器、歴史資料館、医療機器を飾ってるね資料館らしいんですよ。ちょっと入り口だけ見ていきましょうか。私はね地図でねあの資料館を見るたびにね、もう血の気の引く思いですよ。いや、なんとも年季の入った建物で怖いよこれ。
療機器なんか見れないよ。いろんなこと想像しちゃうよ。ここで入り口だけちょっと見ていきましょう。なんとも古めかしいね、これ。印材私立インパイカ機器、あ、イカ機械歴史資料館となっておりますね。あ、ここはね、私は怖くて入れません。ですね、あ、ちょっとね、もっとね、向こうからスタートしたいのよ、私。ここじゃなくて。だから、ちょっとね、ここを渡ってですね、ぐるっと回って向こうに行きたいと思います。来ました、来ました。方向的にはね、先ほどの駅をね、こう背にしてね、歩いております。千葉ニュータウン方面に向かってね、歩いております。ここね、またね、こう場所をね、わかるように説明しますと、まっすぐ行くと、千葉ニュータウン、白い、鎌ヶ谷の方ですね。左ずっと行くと印旛沼を経由して桜の方ですね。でこれずっと右行くとですね、まあ、元の村とか、あとは小林とかね、そっちの方に行きますね。でね、まあ、最後ねちょっとね、印旛沼までは行かないんですけれども、方向的にはこっちの方にね、これに広くね印旛沼がね広がっております。いやー、この辺りね、皆さん気をつけてくださいってか、夜中来る人いないと思うんですけど、めちゃくちゃイノシシいますから。私ね、こっちのね、あの元の村の方にね、夜中ですよ、ちょっとね、まあ、とある用事があってお散歩しに行ったらですね、イノシシに追っかけられました。1メートルを超えるでかいイノシシです。怖かった。ここに来て、こっからスタートしましょう。でここで花善さんね、ここね、もうまだオープン前なんですけれども、人がもう待っておりますね。こう渡っていきましょう。いやー、懐かしいな。私ね、あの地元船橋から桜の方に行くときに、あの296の方を混むから、こっちのね、日本医大のこっちの方まで来てから、この道をずっとまっすぐ行って印旛沼を越えて桜まで行ってましたね。こっちの方がね、若干早いんですよ。混まないし、信号にもあんまり引っかかんないし、船橋とかね、白井の方から桜の方に出るんであれば、この道がおすすめ。わー、すごい広大な敷地が。いやー、今日はね、千葉は23度、あったかいでございます。いつもね、街を歩いてるけどね、こういう自然の溢れた景色なんか気持ちいいね。こういうとこ歩いたのは多分ね、今ちょっと非公開にしちゃってるんですけども、成田のレトロ自販機に行った動画、あちら以来かな、こういう景色見るのはね。どういう風に行こうかな。あそこがね、さっきのね、資料館なんですけれども、もう少し先を行ってからね、ぐるーっとこういう中に入っていきたいと思います。今日歩く距離はね、大した距離じゃないんですよ。まあ少しね、ゆっくりこの辺り歩きながら、先ほどご紹介した松虫寺、松虫コーヒー、その辺りをね目指していきたいと思います。あそこ、これね、ちょっとおしゃれなお店、これね気になるんですよね。なんでしょう。あ、これ美容室か。美容室でした。いや、可愛い美容室ね。うん、可愛い可愛い。あ、美容室でしたよ。確かこの辺りにね、ちょっとおしゃれなね、お食事ができるお店がね、2店舗くらいあるはずなんですよ。そこかと思った。で、ね、そこのね、お店ね、ちょっと入り口だけご紹介できるかな。本当はね、お食事したいんですけどもね、まだね、今日まだ10時ちょっと過ぎでね、今日もね、ちょっと早く出てきております。だからまだお店が開いてないし、ちょっとそちらのお店ね、ちょっとね、おしゃれなお店でね、ちょっと値段がお高めなんでね、また別の機会にお邪魔したいと思います。ここはね、ポルト、イニハノって書いてありますね。まあ、この辺りに住んでる方で、まあ、一番近い、スーパーかな、成田屋とかね、松清がありますけどね、まあ、この辺りはちょっとね、車がないと不便かな。すごいね、あの自然が多くて環境はいいんですけどもね、まだまだちょっと住宅も、これからね増えていくところなんじゃないですかね。あの分譲住宅地とかちょっとずつ、ね、今ね、土地をね綺麗にしてっているところですからね、これからねまた栄えてくるんじゃないでしょうか、この辺りは。この辺りもちょっとお店が、あ、これだ、古民家レストラン花の家さん、こちらですね。こちらがですね、結構おしゃれなお店なんですね。気になってるんですよ、私ね。入り口はどこなんだろう。あれは山門だからお寺かなんかだよね。確かにこうね、中ちょっと入ってたところにあるんですよね。あれか、古民家レストラン四季の花って書いてある。これ、ここに看板ありますけど、このね、ほら、桜がね、立派な桜が咲いてるところ、ここですよ。ここ
ここがね、古民家レストランでちょっと気になってるんですよね。ちょっとね、機会あったらね、行ってみたいと思いますよ。さあ、私は先を急ぎましょう。いやー、懐かしい景色。気持ちいいな、今日。セブンがあって、お、ヤックスだ。うちの近所にもヤックスがあってですね、お友達におすすめしてもらってですね、今年からヤックスを利用することになったんですけども、ポイントが貯まりやすくていいですよ。ねー、いやいやいや、この辺りはね、車でね、通り過ぎることがほとんどだったんですけども、この景色懐かしいよ。懐かしい。まあ、よくね、ずっとこっち行ってね、桜の方にね、お出かけしたりとか、この桜に行く途中にね、ちょっとお店の名前忘れちゃったんですけども、すごいね、ぶっといね、平べったくてぶっといね、おうどんが食べれるね、お店なんかもあったりしてね、おすすめですよ。はい、あ、ここがね、ほら、日本医科大学千葉北総病院。ここにね、立派な病院がありますよ。ねえ。はいはい。今ね、駅の方から向こうを歩いてきました。で、ここにね、医科大学北総病院があるんですけれども、で、ここにね、ヤックスがありますでしょ。で、ここにね、レストランが一つあるんですよね。これなんかイタリアの国旗が書いてあるからイタリアンなんでしょうね。おしゃれ。でね、ちょっとね、向こう側ね、ちょっと土地がこう下がってて見えないんですけども、ね、桜がね、見えるんですよ。ここね、数日ね、雨が続いてたんで、もう桜散っちゃったかなと思ったんですけど、まだまだ綺麗に咲いております。ねえ。お、ここはね、なんかテニスコート?この、マンションの敷地の中にテニスコートがある。いやー、気持ちいいよ。いや、皆さんね、この後ね、松虫寺の方行ったらね、まあご説明しますけれども、この辺りもね、夜ね、まあハクビシンとかタヌキも、ウサギもいますけども、皆さんイノシシ気をつけてくださいね。これは廃墟かな?あ、自動車学校ね。自動車学校もあるんですよ、この先に。うわぁ、懐かしい。いやいや、昔の記憶が蘇ってきますよ。で、この辺りも綺麗になったなぁ。ねえ、ほら。お家。すごいなんか洋風なね。洋風なデザインのお家で。うわぁ、すごい。中のね、住宅もね、すごいなんか洋風な感じ、綺麗ですよ。へぇ。はい、こちらの交差点でした、曲がるところ。でね、あそこにね、ちょっとね、和作だったかな。ちょっと名前忘れちゃった。天ぷら定食って書いてあるね。お店があってね、あそこもね、なんかいろいろね、美味しい和食が食べれるからね、あそこでしようかなと思ったんですけども、いやいや、私はね、昔ね、車が持ってる時によく行ってたね、松虫さんの方に行きたいなと思います。こっちこっちこっち。こっちですよ。ここ曲がっていく。いや、気持ちいいな、ここ。いや、歩くの初めてここ。車でささっとね、いつもね、通り抜けてたんですよ。印旛沼の方行くときとかね、成田の方行くときとか。いやいやいや、気持ちいいよ、ここ。皆さん。ね、もうね、桜は終わってしまうんですが、これからの時期、この住宅街、印旛沼の周辺、歩くの非常に気持ちいいわ。最高今日。最高ですよ、もう。ああ、気持ちいいわ。この景色すごいでしょうね。最近はね、ちょっと白湯を持ち歩いてるんですよ、白湯。この季節の変わり目でね、ちょっとね、喉をやられてしまってね、まだね、ちょっと多少咳込むんですけどもね、白湯を持ち歩いてるとね、喉が潤されてですね、いいですよ。あちゃ、あちゃ、あちゃ、出て出て出て、あちぃ。気持ちいいわ、今日は。散歩日和。イエーイ。でね、このね、交差点を左に曲がると、まあそこにね、東横が見えますけれども、私がスタートした駅のところに出ますね。ここをね、住宅街の中をずっとね、こっちの印旛沼方面にずっと歩いていきます。この辺りはね、すごいね、整備された住宅街がこうずっと続くんですけれども、この先行きますとね、突如、その住宅街が終わってですね、自然が現れます。その景色がね、好きなんですよ、私ね。だんだん開けてきますからね。さあ、歩いていきましょう。見てください、この景色。さっきから見てるって。ね、空がま、ね、真っ青で。はあ、綺麗ですね、本当に。この景色いいね。で、ここまでほら、マンションとかさ、住宅があるんだけども、いよいよこっから、自然が増えてまいります。で、このね、公園なんて言ったかな?この後行く松虫寺の松虫姫と共に、この地に来たね、
牛さんがいるんですよね。牛さんが、その牛さんがですね、最終的にまあ亡くなってしまったのがね、ここのため池だったかな。でその牛さんからね付けられた名前なんですよ、ここ。ちょっとねその名前がわかる、看板をちょっと見つけましょう。うわ、非常に綺麗よ、ほら桜ね。うん、まあ、だいぶね散ってきてね、緑もねこう増えてきましたけど、あ、ほら、あった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 、あったよ、ほら牛のオブジェがありました。この公園もね、こう歩くの初めて、こんな綺麗だったんだね。あ、あそこでちょっと子供が映ってるんでね、ちょっと遠目にね映しましょうね。ほら牛さんがいますでしょね、牛さんいましたね。この集まりはなんか可愛いね。うん、なんか ドーム型というか。あ、チューリップ綺麗だわ、パンジーとかチューリップとかね。いや、いいね、これからの時期はさ、色とりどりの花が咲きますよ。ありました、牛むぐり池、牛むぐり池。あ、これ池の名前か。あれ、公園の名前なんつうんだっけな、ここ。ちょっと待って、テロップで補足しておきますね。あら、こう下歩けるんだね、水辺。面白い面白い。こっから見るとね、ほら、まだ若干ね、桜が残ってますけどね。うん、この綺麗な感じですね。うん、こんな感じのため池になっておりますかね。うん、方向的にはね、こっちの方に歩いていきたいと思います。じゃあ一旦ね、これ公園出てね、これぐるーっとこっち行きますよ。はい、先ほど曲がった、交差点に戻ってきました。先ほどはね、こっちからこう歩いてきましたね。で、こっちに行きますよ。ほら、この辺りまでね、これ住宅がまだ残ってるんですが、ここでね、住宅が一旦途切れます。で、ここのね、道をずっとまっすぐ行くと、自然が増えてきます。まだね、住宅はね、途中で止まってるんですが、ところどころね、土地をね、こう調整してるっていうのかな、整えてるんですよね。だからそこもね、いずれね、分譲住宅がこう立ってくるんじゃないかというような感じですね。わあ、こっから見るほら景色いいね、公園の景色。うわあ、気持ちいい。あ、ほら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 、ここのね、先ほどねこの下を歩いたんですけど、ここにねほら駅の頭が見えますでしょ。日本医大駅があります。まあ位置的にはね、なんとなく分かってもらえたかな。あ、もう少し頑張って歩いていきましょう。あ、ここにね、ほら、看板ありますけど、これからですね、あ、41号線じゃなかった。464か。464号線でしたね。この北総線に沿ってね、できた新しい道ね。で、こっちがね、ニュータウンの方で、成田の方で、こっから線路を越えて、まっすぐ行くとね、栄って書いてありますけどね。栄町だって読むのかな？栄町とかね、あと、安食とか、そっちの方に行きますよね。あ、来ました来ました。この辺りはね、若萩っていう地名なんですが、もうすぐね、その辺りからね、松野市っていう地名になるんじゃなかったかな、確かね。で、ここが464号線。で、北総線。成田スカイアクセス線の上を通ってね、ここに日本医大の駅がありますけど、ここを越えて、今日の目的地であります、お寺の方に向かいます。ここね、何年か前まで何もなかったんだよ、ここ。いつの間にかなんか会社ができてますよ。トランスウェブさん。ね、こんなのできてる。こっちの方行きますね。この交差点をこう中に入っていきます。こっからは、もう、昔ながらの古い、住宅が出てきます。うん、あ、ここほら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 、看板。古の田園、松虫の里。で、ところどころにこういうね、観光の看板がありますんでね。今から行くのはこのね、松虫寺でございます。ぜひね、こう散歩するときはこの看板見てってくださいね。はい、じゃあ、先を進みましょう。ほら、あったあったあった、看板。松虫コーヒー、空いてから今日。コーヒーぐらいいただきたいんですよね。で、もしね、食事メニューも出してれば、お昼ご飯をね、そこでいただきたいと思います。どうかな？いやいや、懐かしい。こっからはですね、本当になんつうんでしょうね、こう、今風のね、住宅ではなくてですね、昔からの集落のエリアに入ってきますので、すごい雰囲気がガラッと変わりますよ。この雰囲気はね、好きなんですよ。お、あそこにも看板ある、里山の美味しいコーヒー、松虫ガーデン喫茶、松虫寺のお隣、看板がある。空いてることを祈ろう。あ、向こうにね、菜の花が咲いてます。そっか、これからね、菜の花もね、千葉はね、綺麗に咲く時期ですからね。ほらほら、だんだん雰囲気変わってきたでしょう。この
この雰囲気が好きなんだよ。ワクワク。こっからですよ、ほら来ました、来ました。いやー、ここからね、農家がね増えてくるんですね。うん、ほら菜の花も綺麗、素晴らしいね。あ、これはビワの木かな、ビワね。うん、あ、ほら、あの今日ね自転車に乗ってね、サイクリングっていうのしてる人が多いんですよ、この辺りね。いいね。あ、みんなほら松虫寺の方に来てますよ。そう、ここここ懐かしいな。で、ここね今あるかな、このね木のところにね、あ、今もうないね。ちょっとこれ登りますね。ここ昔ね、実はね大根とかがねお供えしてあったの。あ、ほらもう枯れちゃってるけどさ、あるでしょ。ここね農家の人がね多分豊作とかをね願ってね、ここにね神様のとこ、ちょっとこれ石崩れちゃってますけどね、ここにねお供えしてあったりしたんですよ前は。ここのね通りの右側にね百香神灯っていうね、香神灯がねいっぱい並んでるんですよ。昔はもっとあったと思うんですけど、これもね一つのね観光の香神塚なんですよ。これほらね、この香神灯ほらすごいでしょね、この道祖神というかね、香神灯の百香神灯とかいいんじゃなかったかなこれな。うん、あ、今日空いてるかな、松虫コーヒーね、空いてるかな。あ、今日定休日じゃないから空いてる。よし、この後行きましょう。さあ、ほら来ました来ました。いやいや、まあ、桜はねだいぶねほら散り始めちゃってるんですけども、おー綺麗だね、このほら散った桜がねこう絨毯のようにね敷き詰めてます。あ、猫ちゃんだ、タヌキみたいな猫ちゃんだ。おーい。で、ここがねほら駐車場になっております。駐車場、松虫寺の駐車場になっております。ここに止めてくださいね皆さんね。来ました、松虫寺、4年ぶりぐらいですね。見てくださいこれ、真っ赤な山門ね、え、超久しぶりに来たよ、ここ超久しぶりに来た。ほら、房総の魅力500選に入ってますからね、松虫寺、奈良時代に建立されたとされていますね。松虫姫伝説ですからね、ここね。詳しくはねちょっとねググってください。で、松虫寺の概要と書いてありますけども、まあ簡単に言うとね、奈良の時代に聖武天皇、娘さんだったかな、松虫姫がですね、病気を患ってねこの地に来たんですね。で、ここでね療養したらね治っちゃったっていう感じですね。だから奈良かな、奈良の方に帰ったんですけれども、その時にねこの病気が治ったこの土地をねにね、このお寺をね建立したっていう感じかな。合ってるかな、すいません、ちょっとね そんな感じで。来ました、超久しぶり。わあ、圧巻ですねこれ。わあ、超懐かしいわ。じゃあここねちょっとお邪魔しましょう。では失礼します。うんうんうん、ここにあったあったお地蔵さんがありましたよ、ここ、うん、今日はね観光の人結構来てますね。うん、もう10人近くすれ違ってますよ。うん、来ました来ました。うわー、こうしだれ桜すごい綺麗だわ。うおー、すごいすごいすごい。しだれ桜っていうのはね、なんかあの普通の桜よりはねちょっと時期ずれてるんでしたっけね。うん、八重桜とかしだれ桜の方がね後ね咲くんですよね、確かね。あ、ここにほらゴーンと鐘があります。うわー、懐かしいよ本当に。うん、もうだいぶね色がねちょっと汗てきちゃってるんですけども、赤を基調としたね塗装なんですよ、ここ。来ました、うおー、いいねいいね。ここにねなんて書いてあるのか、瑠璃閣っていうものかなね。懐かしいですねここね。こんな感じでございます。皆さんぜひね、この映像もね、楽しんでいただきたいんですけども、実際に足を運んでね来てみてください。で、ここね一回そこ出ますね。一回そこ出てね、両サイドにもねお社がありますんで、ちょっと見ていきましょう。これがね今の、本堂の右側ですね。ここはなんだ、あ、
ここはちょっと神様の中にいると思うんですけれども、六所神社っていうものかな、6つのところの神社ね。うん、ここにも一つね、ここに城があってね、この後ろにもね、ここに蔵みたいなのがあるんですけど、これね確かね中にね、なんだっけな、なんか入ってるんですよ。なんだっけ、忘れちゃったな。ね、修道ワニ口、印西市指定文化財、安土桃山家のものだって。おー、すごい歴史のあるんだねここね、本当に歴史のある重要文化財。あ、これか、これが何、中に入ってるのかな、大切に保管されてるんですねここにね。はい、一旦ここね、入り口のとこ出てきましたけれども、ね、こっち側左側に来てもね、もう一個あるんですよね、ここにね。ここがね、松主姫のもう一個のお社というか鳥居があるということは、こっち側は神社なのかな。ここはさ、ほら松虫寺なんだけれども、鳥居があるということはこっちは神社ということなのかな。ここもね、ほら、あ、神社ですね、こちら、こちら、そう、松虫姫神社かね、ありますね、うん、ここにもほら牛さんがいますね。ね、このお賽銭口はね、この扉の真ん中のところになっております。ここはねカラフルでしょ、これはね印象的ですよね。うん、懐かしい、覚えてるこれもね。え、今日は観光に来ております、お邪魔してます。癒されるわ癒されるということでね、まあ松虫姫はこんな感じですね。まあざっくりとしたね、ちょっとご紹介になりますけれども、ぜひ皆さんここね、まあ、車で来てもいいですし、で私みたくですね、電車で来て駅から徒歩でぜひ来てみてください、ね、こちら鳥居をくぐりまして、失礼しましたと一礼しましょう。はい、ここ松虫寺を後にしまして、でこの周辺もうちょっと紹介してから、エンディングトークの松虫コーヒーさんの方にお邪魔したいと思います。でもう一つね、皆さんにご紹介したいものがあるんですね。こちらね、松虫寺のお隣がね、松虫コーヒーになってるんですけども、こちらはね後ほどちょっとお邪魔したいと思います。でここのね、お寺とコーヒーのお店の間をね通っていきます。見てください、この道、切り通しみたいになったこの道、昔から変わってないですよここね。え、あー、ちょっとね昔よりはね多少崩れてるかな、この石段が。皆さんこう通るとき気をつけてくださいね。で夜来ることはないと思うんですがね、暗くなったらこの辺りもねイノシシめちゃくちゃ出ますんでね、気をつけてくださいね。よいしょと、ここ降りてきますよ。めちゃくちゃ懐かしいわもうここ本当に。方向的にはね、これ右に下っていくと印旛沼の方なんですが、こっちの方ねくるくるくるっとね、しばらくね何キロかな、ちょっとね距離あるんですけれども、吉高の大桜かがねあるですね、こっち行くとね。本当はね、そこもね観光したいんですけれども、今日はねもう桜の時期をねもう逃してしまったのでね、まあまたね来年以降ね機会があれば見に行きたいと思います。でここね、ちょっと左にこう来ますね、少しこっち歩いていきます。こっち行くとですね、実はですね松虫姫に仕えて一緒に この地に来たですね、杉路っていうね乳母がいるんですね。乳母が、その乳母はですね、松虫姫が治療がね終わって併遊して自分の地元に帰って、だけどその杉路っていう乳母だけはねこの地に残ってね、この土地の人にですね、まあ、いろんな技術とかをね教えたりしてね、この土地にね貢献したらしいんですね。でその乳母がですね亡くなった後ですね、その乳母のことを称えてですね、ここの土地の方がですね塚を建てたということですね。その杉路っていうね乳母のね塚がねこの先にあります。そこ最後見に行きましょう。はい、ここからまだね竹やぶがありますけども、ここです、ここ。ここね、定時路になってるんですよ、定時路。定時路になってるんですけど、この定時路の真ん中にですね、こう切らないで残してるね木があるんですよ、これは。これがですね、杉路塚っていうね塚です。松虫姫の乳母杉路は姫が病友あ病癒えて奈良の都へ帰ってもこの地に残り、文字や養鶏、旗織り、なんとかなど都の技術を、里人に伝え慕われ没後、村人はここに塚を建て忍んだ。大体私の言ったこと合ってますねここにほら小さいね、なんか大仏さんありますけれども、これはね未だにね
大事にしてるんですよ。見てくださいこれ。だここね、あれよ、ここね狭いけどね、ここ普通に車通るのよ。うん、こっちもね抜け道になってるんですよ、印旛沼の方に。ここ平気でねこの車通るんですよね。うん、でここ来てね、木にぶつかんないようにみんな避けてね行ってますけれども、うん、でこのね両端にね、まあ、夜見るとちょっと怖いかもしれないですけど、ここにもね更新灯がずらーっと並んでますよね。圧巻ですねこれはね。ほらこういう感じでね、初めて通った時はちょっと怖かったね、何これって感じでびっくりしましたけれども、まあ、こういう歴史を知るとね、なるほどと、ね、怖がるものじゃありませんとね、この場所にね古くから伝わるそういう伝説ね、大事にしてるんだなってのがね伝わってきます。ここをね皆さんにねちょっとお見せしたかったんですね。まあこんな感じでですね、この場所に伝わる、昔話をね辿っていきました。辿ったっていうことでもないですけどねこんな感じですね。駅からねそんなに距離は今日歩いてないんですけども、うーん、なんとなくこの土地の魅力伝わったかな。まだまだねこうご紹介したいお店とかもあるんですけれども、まあ、とりあえずね1回の撮影でね、まあ、歩きながら、ご紹介できる散歩コースっていうのはこんな感じになりますね。いやこの魅力がねこの動画で伝わったらいいんですけどね、ちょっと私のね撮影はいいとしても説明が減ったくそですよね申し訳ないです。はい、でここにねコーヒー軽食、松虫コーヒーさんあります。じゃあここでねちょっとねコーヒーいただいて今日ねエンディングということにしたいと思います。疲れた。はあ、戻ってきた、疲れた、喉が開いたよ。テラス席みたいなのがあればね、そこがいいんですけどもね。さあちょっとお邪魔しましょう。うわ、かわいいかわいい、なんかこう手書きの看板とかね、ほら店構えがすごいかわいい。あ、クラブハウスサンド土日限定って書いてありますね。なんかあるかな。うわ、かわいいお店、コーヒーのいい匂いがするよ。入ってみよう。こちらがメニューですね。うん、松虫ブレンド、ストロングとマイルド、本日のコーヒーとかいろいろありますね。ここはね豆から引いてくれるそうなんでね、美味しいですよ。でここねパウンドケーキセットとチョコレートブラウニーとあるんですけれども、どうしようかなと思ったんですが、土日祝日限定のこちらクラブハウスサンド、チキン、トマト、レタス、これにしました。はい、皆さんどうでしたか今日のお散歩は。いつもとねちょっと違う雰囲気のお散歩を楽しんでいただけたんじゃないでしょうか。
松虫コーヒーさんですね。まあ、中でね、ちょっと撮影してもいいよっていう感じで、まあ、許可はいただいたんですが、満席です。私以外に3組の方が入ってきましてですね、皆さん同じメニューをいただいておりましたけれども、満席だったんで、ちょっとね、撮りながら一人ごと喋るのはちょっと、できなかったんで、またね、映像だけお見せしましたけれども、美味しかった。すごいボリューミーなね、なんか BLT サンドみたいな感じでね、鶏肉とかね、トマトとかね、レタスとかね、入っててね、すごい美味しかった。で、コーヒーもね、美味しかった。で、今日あったかいから、アイスコーヒーにしたんですけれども、引き立てのね、マイルドのホットコーヒーでもよかったかななんて思いますよ。だけど、アイスコーヒー美味しかった。アイスコーヒーね、ブラックだったんです。ブラックだったんですけども、この私でもごくごく飲めました。あれも引き立てなのかな、よくわかんないですけど、すっごいマイルドなね、ブラックコーヒーで、すごい美味しく飲めた。あんなにね、さっぱりしててね、このブラックが苦手な甘党の私でも美味しくいただけたコーヒーっていうのはね、珍しいですよ。喉も潤して、お腹も満たして、とても満足でした。皆さんぜひですね、直接車でね、松虫寺さんに来てもいいんですけれども、ぜひね、気持ちいいこの時期ですね。これからの時期、駅からですね、お散歩してほしいです。松虫寺、松虫コーヒーさん目指して、今日私が歩いた道でもいいですし、もっとね、いろんなとこ寄り道してもいいですし、この辺りはですね、今ね、ちょっと風が吹いてるんですけど、超気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいいですよ、本当に。まあ、これからね、栄えてくるであろうニュータウンと、この昔ながらのね、この集落、二つの顔はね、味わえる、非常にですね、粋な場所になっておりますので、ぜひ皆さん、このお散歩コース、おすすめです。まあ、いいと思った方はですね、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。ツイッターの方もね、一旦ちょっとアカウント消したんですけれども、新たに、作り直しましたんでね、まあ、ツイッター X やってる方はですね、まあ、フォローしていただければと思います。まあ、次はね、どこ行こうかな。これから楽しみですよ、本当お散歩日和でね。まだまだいろんな街に行きたいと思いますので、楽しみにしててください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。